はいこんにちは長門恭です。来ましたね来ました来ました。予告されてた通りシャワーミのミーバンド4が正式に発表されましたね。まあ蓋を開けてみたらまああの実際にはもうリークされてたからあれですけどもあのしっかりとカラーディスプレイが搭載されていましたよ0.95インチなんで30数パーセント あの画面のサイズも大きくなりながらでの有機ゲールディスプレイという風になってます。はい、でさらに、えー、ラム容量とかそういうところもいろいろ出てきてますけども、俺の中でちょっといいなと思ったのはあのセンサーですね、6軸センサーが入ってますよと。だからその あのユーザーの,そのこう体型とかそうこう運動の感じとかより正確に測れるようになったっていうところですよ、うん、三軸の加速度センサーと三軸のジャイロが入ってるので体勢とかその動きっていうのもしっかりとこいつが認識して、まあ、よりその活動量系的なねヘルス的な機能も含めてですけどもそこに役立っていくというものになってますねここいいなっていうふうには思いましたはいあと NFC 版もあると NFC 版と NFC 非搭載のものと両方ある形になってますね軽いなやっぱりな標準版 NFC がないもので 22.1g?NFC 版でも 22.2g なんで 0.1g しか違わないですねこれなかなかで防水もしっかりそうだねしっかりあの対応してますね防水も、うんえー、水泳とか も大丈夫水泳とかしてても大丈夫もちろん生活防水も OK というところですねいやここがすごいところになってんだなやっぱなうんまあ今回カラーが一番大きいかそうですそうか39.9%ですね39.9%ディスプレイが大きくなってますよまあそれに伴ってバッテリー容量とかそういうものも大きくなったりするわけですけど NFC 版だけはちょっと少なめになってます やっぱりあの標準版が 135mAh で NFC 版が125、ah、です標準版の方は8日間スタンバイで行けますとただ NFC 版はやっぱバッテリー減ってる分15日間ということになってます、うん、なかなかいいですよ24時間心拍測定したりとかあのちょっと座り,が座りすぎじゃないあなたっていう風な警告をしてくれたりとかあとは睡眠測定ねこれ他の活動量計でもよくあったりしますけどもあのしっかりと。 搭載していいるというとうころそしてあとシャオミのねあのスマートフォンでももうお決まりですけども音声その操作ができる音声アシスタント機能もしっかりと搭載してたりしますはいあのー、カラーディスプレイになるだけでちょっとテンション上がるのは何ででしょうねこれはちょっと面白いなやっぱりなそしてえっと価格ですよやっぱそこまで変わらなかったね標準版で24ドルはい ドドルですよ C 版でドルででですすよ NFC 版ここはなかなかじゃないですかえっ、ー、と標準版が6月の14日からそして NFC 版6月の18日からまああのー、この中国の方で発売されるということでこれがどう日本ではいつになるのかっていうとこがちょっと気になりますけどそうまあ発表されてないですね。 あんまりこれが価格変わらないで出てくるといいなっていうふうに思いますしあともう一つですねあのアベンジャーズシリーズ限定版っていうのがあります <laughs> アベンジャーズの,あの A っていうマークだったりあのキャプテンアメリカの縦縦ですねこの縦この丸い円盤のあのあれがあのマークが入っているバンドに入っているやつですねあれが50ドル バンドがね本体は別にだから標準版の124ドルの買っちゃってプラスそこに50ドルですねバンドそもそも考えるとちょっと高くなんな50ドルのバンドか同じシリコンですよ同じシリコンですけどそういうものがあったりしますはいまあベンジャーズファンの方は集めてみてもいいかもしれないですね別につけなくともうん まあ個人的には別に普通に標準版で十分じゃねえのっていうふうに思ったりしますけど色がやっぱ可愛いの揃えられてるしななかなか今回のはいいですよ5色かねピンクオレンジブラックなんかそのブドウ色っぽいのと紺色っぽいネイビーかなネイビーこれはいいですねあのー、コメントでもね あのいろいろ来てましたけどやっぱり価格がそこまで変わらないで大幅に変わらないで出てきたっていうのは一つこれはいいことかなっていうふうには思いますしやっぱり画面が大きくなってカラーディスプレイになっていますけどもそれでもやっぱりスタンバイスタンバイではありますけど20日間持つように作られてたりとかあとはあの重さですね 22g っていうところも含めてですけどなかなかいい構成で出てきたなっていうふうには思いますよ。うん、ここが これがね、シャオミのミーバンドがね今シェア、世界でシェアいっぱいあの1位だっていうところいっぱいとかなんかすげえ子供っぽい言葉使っちゃったけどシェアナンバーワンっていうとこまたわかるよね安くてあの、こういうしっかりとねそういうこう実際に手につけた時の不快感っていうのをしっかりあの、提言するようなね構成になってるっていうのはやっぱいい,い,いなっていうふうには思いましたね触ってみたいうん 触ってみたいなといいなうに思いました、まあバングッドとかギアベストとかですぐにこう買えるようになるのかなっていうふうに思いますけどはいあの気になる人たちは気になる人たちはっていう <laughs> 日本語はほんと最近変よ <laughs>、うんえー、気になる人はですねまあ,あのちょっと我先にギアベストバングッドあの見てみてはいかがかなというふうに思いますあの動画を出す時までにページが用意されてたら概要欄に 一応載せようとは思いますけどもあの概要欄見て何もなかったらあまだページできてないんだなというふうに思ってくださいまあメーカーページぐらいが載せようかなって思いますけどとていうところでまた見てなバイバイ